いやー参った、非常に参ったことが起こりました。今さ、今の季節新コテ釣れるじゃないですかね。あのエギングしてたらで、なんかね、あの今堤防に 1,2 こっち側に人いるんだけど映せないんだけど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 僕で12人目なんですよ。でね、何が起こってるかって言ったら、一人ねおじいさんが来て、なんかエギングでしょうね、あれエギのタックル持ってるんで、で何をしてあのやるかって言ったら、この12人全員のタックルなんか見て、なんか話しかけてて、一人ずつやだなやだなと思って、僕もその鉢の方にどいてたんですよ、話しかけられたらやだなと思って。そしたら案の定一人ずつなんかクーラーを見せてるんですよ。で一人ずつクーラーを見たら次々来るんですよ。で僕の方も当然来て、なんだろうと思ったら、おい兄ちゃんちょっとクーラー見せてくれって言って、僕クーラーないから、クーラーないですよって言って、その今日はリリースしてるんでね、あのつってもあのないですよって言ったら、あじゃあそのタックルボックス見せてくれって言うんですよ。でなんだろうと思ってタックルボックスをその見せるじゃないですか。そうすると、おエギ入ってないな、オッケーって言ってくるんですよ。でどうも新子警察みたいです。なんかね、ちっちゃいイカあるじゃないですか、あのあ、まあ、これゴミ拾ったんですけど、このゴミくらいのイカをがよくいるんですよ今。でそれを釣ってる人になんかめっちゃ注意していて、その人がね、いやでちょっと写してもいいんですけど、いやでも写さない方がいいよね、肖像権侵害とかそういうのになってしまうので写せないんですけど、こっち側にいて、そのうちのね3人ぐらいとめっちゃ喧嘩してるんですよ。皆さんはどうですか、あのありますか、そういう新子警察にあったことも。僕もなんかね、めっちゃアジングタックルでどういう風にエイングをするんだって思うんだけど、でもまあおじいさんだからわからないのかな、なんだろう、もうやたらと人に噛みついてて、うるせえってね怒鳴り合いしてる人もいるんですよやっぱり。もうあれだね、怖いね、ちょっと治安悪いね。去年とかねそんないなかったんですけど、今年はなんか新子警察が現れましたね、ここも。いやマジかと、あんな感じで来るんやと思ってビビりましたわ。なんかさ、いきなり、本当にいきなりなんですね、あのちょっとクーラー見せてくれとかさ、普通に連れとるとかそういう話もなしに、ちょっとクーラー見せてくれって言って、一瞬だから漁業関係者の方かなって皆さんも思ったと思うんですけど、どうも普通の釣り人の新子警察さんらしいです。まあね、あのイカっていろいろあるじゃないですか、あの新子を釣らない方がいいとかね、あの数が減るんで、あるいは、大きいイカの方が釣らない方がいいとかね、いろいろあるじゃないですか。なんか新子だとまだ大きくなるのを釣っちゃってダメとか、あるいは親イカを釣ってしまうと、子供が産めないからダメとかね、もうこの問題って僕が子供の頃からあるんですよ、もう何にも変わってないんですよ。で今までずーっと来てるんですよ、こんな感じで。ちょっとね、やりすぎにも度があるかなと。で新子を釣らないためにエギンガーさんも多分工夫はしてると思うんですよ。どうするかといえば、エギのサイズを上げていく。例えば、3.5 号なんて使っているとエギをね、あの新子で抱いてこないじゃないですか、怖がって。で 2.5 とか2号とかちっちゃくしていくとイカは抱いてくるじゃないですか、ちっちゃいイカが。なのでそのエギンガーさんも新子を釣らないために自分で努力をしている方も多くいるんですよね、あの 3.5 個投げてたりとか。そうなので、まあちょっとね、どうなんだろうね、難しい問題ですよね。で、まあ、これでだから喧嘩に実際3人ぐらいと喧嘩してるんですよね。で無視なんですよ。でそのおじさんのタックルを見ると明らかにエギが2号なんですよ。わかります、皆さん、2号でこんなんですよ。あ、お前進行狙うつもりやないかって、本当に突っ込みたくなるような感じのタックルなんですよ。だから自分はいいんだけど人はダメっていう、そんなような感じなのかな。なのでこの季節は皆さんもね、不快な思いされるかもしれないんですけど、ちょっとね、嫌だな、帰ろうかなと思って今悩んでいるところです。
まあ、この後アジングもしていくんですけど、あとこういうさびきのゴミがねめちゃめちゃ売ってるんで、僕も実際靴紐に絡まったんですよ。なのでちょっと、皆さん、ゴミを持ち帰りましょうね。だいぶ言うても綺麗なんですけどね、やっぱり一部の方は掘ってく方はいるみたいで、ね、こうやってこんなんでもさ、こうやって普通にこうやって丸めて持って帰ればねいいことなんで、あとは餌も流していきましょうね。はい、じゃあ行ってきましょう。変更してみますね。 TG の 1.5 に変更してみます。アジング超絶良くないんやろな。いやー、慣れた。アジはおるな。今 TG の 1.5 を投げ込んでます。今日ちょっとしかアジングできないんだよな。流れのあるやっぱりこういったところはおるな、ね、短時間だけど、ちょっとやってみたんですが、
アジ1匹まぐれて釣れたね。誰もアジンガーさんいない。やっぱ釣れてないやな、本当に。なんかサビキの人もサビキじゃ釣れないって言ってた。餌で釣ってるみたい。アジングってめちゃめちゃ渋いと思うんですよ。やられてる方ならわかると思うんですけど、火にムラありすぎますよね。サビキの方も言ってて、あの普通サビキで網エビポンって投げたら釣れるじゃないですか。でそれで釣れなくて、なんかね、なんて言うんでしょう、このオキアミを丸々一匹つけると釣れるらしいです。ほんまかどうかわからんので今度検証してみよう。サビキで、サビキに食ってこやんって言ってたから、だから多分食うとるもんがちゃうやろな。サビキに食っとるのはイワシとか、あの肩骨とかサバとかそのあたりって言ってたので、まあなぜここに今日入ったかって言ったら、まあ角だし一番潮通し良さそうだったんで入っただけです。非常に探って、ね、良さそうなとこやってんけど、なかなかうまいこといかんね。こんなもん再現性もなんもない、ポツポツ釣れるだけやで、単発でパターンも何もない、もうまぐれ中のまぐれや、本当に。あ、やばい、雷鳴ってきた、あそこちょっと帰ろうか。ちょっと動画的にはよろしくないんで、ちょっともうこの辺で切り上げたいと思います。さすがに死にたくないんでね、これゴロゴロできそうなんで、そう台風直撃しそうなんでね、ちょっともう早く帰らんとか、こんなことしてると湧いちゃうんで、よし。